やあみんな、久しぶりだね。毎日動画は出してるんだけども、やっぱね、やることが久しぶりと言いますか。10キロの魚をさばくシリーズ、今回は重っ、今日はブリ。はい、今回はこちらの10キロのブリでございます。ギリギリ10キロだから、この家でギリさばけるレベルの魚。動画で見るとそんなに大きく感じないのがやっぱ悔しいよね。めちゃめちゃでかいし、めっちゃ重いの。ほら、じゃあこいつをね、さばきます。マグロの時と同じように、もうまな板大きいんだけども、魚がでかすぎてもうね、ほらキッチンから飛び出ちゃってるからね。もう鱗を落としたいところだが、内臓を先に取ります。ほう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 、うわっ、よいしょ。内臓、なんかもしかして俺風邪ひいたかな、声がねガラガラなんだよね。内臓の回復の儀を始めます。なんかすごい硬い。うわ、はい、何も入ってない。ただ胃液が分厚いだけ。マグロほどではないけども、ちょっとね、血の海になりかけたよ。はい、この通り内臓とエラを取ったので頭を落とします。大変なんだよな。はい、あ、ここが硬いんだ。お、これはうまくいったんじゃない。頭を切ったらもうあとはもうあれですよ、三枚おろし。じゃあ三枚におろしていきたいと思います。 OK。 中骨に沿っちゃった。中骨に反りたくて、オッケー。中骨に反りたくて、オッケー。ちょっと意外と調子がいい。この通り、3枚におろしたんだけども、まあここまでやってみて思ったことは、10キロシリーズの中で赤マンボウを除くマグロとかと比べたら簡単だと思う。ブリは意外と簡単だったなって思いました。ほっ、綺麗に剥ぎ取るんだぞ。綺麗に剥ぎ取れ、綺麗に剥ぎ取れ。いや、ほっ、ちょっとミスった。おお、スル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 いくね。できました。ブリのお刺身の盛り合わせ、ピーってなるタイプのやつ。
今日はならなかったね。いただきます。やっぱうまいね。やっぱね、結局ね、脂が乗ってる魚が一番うまいんだよ。で、あの余ったあのブリはちょっと今ね、冷蔵庫の方に置いてるので、またあの気が向いたらセカンドチャンネルの方で、なんかやっていきたいと思います。ぜひよろしくお願いしますということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。面白かったと思ったらぜひグッドボタン、そしてチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。なんだ、ご飯の時間じゃないからってちょっと不満そうな顔をするんじゃないぞ、ルートゥーね。もうちょっとでご飯の時間だからちょっと待っててね、ルートゥー。